ラウンドも、とにかくアッパーカット左右振り回してまいりまして、このアゴのパンチが、今のはいいですね、これはクリーンヒットになりました。はい、今攻撃をご覧いただきました。とにかく同じような形でもう連打連打の繰り返しという千葉兜の今、打ち方をご覧いただいております。試合はこの後第9ラウンドに入ります。ベル競泳の細山下、この表情からも伺えるように、頭の中から血を流したり、それからまあこれ返り血などを浴びている感じなんですけども、表情もちょっと冴えません。それだけ苦戦をしている証拠です。さあそして早くも行こうという千葉兜と、なんか気持ちの差がちょっと出てきてる感じがありますが、どうですかね。なんかちょっとね、感じがですね、やっぱりやることがうまくいかないっていうようなね、そういうような感じでしたね。はい、さあまた打ってまいります。やはりね、まあ、こういうふうにロープをね、はい、背負うってことはもう一番いけないことなんですね。いや本来だったら本当にこのリーチの差をね、細山下は生かさなければいけないんですよね。うまくこう回り込んでですね、リングの真ん中で終始試合をすると、はい、こういう、まあ、山下っていうのはそういうタイプなんですけどね、うん、今日の場合はね、ガッとで終われちゃうでしょ、はい、それでロープを背負っちゃうってことは一番不利なことですね、痛みもまた悪いと、こういうことになりますね。すぐに距離を縮められてパンチをこう持っていかれるケースが多くなっている今晩の試合です。宮沢さん、はい、カバトの方の負傷ですけれどもね、左のちょうど目頭で、深さはほとんどないそうです。そうですか。おそらくバッティングによって切ったものだということです。なるほど。と言いますと、まあ、目を切っているハンデはありますが、まあ、この試合に関しては今のところ影響はなさそうです。黒いトランクス、背を向けています方が千葉カバト、赤いトランクスが細山下。後半あたりからちょっと足がもつれ、あるいは下半身がぐらつくシーンが目についています。山下です。左ボディーブロー、大きな音、右はパーカット。さあどうするか、飛び上がって打ってる感じがあります。カバト、おお、いいパッチですね。左から右のストレートね、思い切り打ちましたね。ああいうのがね、やっぱりもう見ててね、目立つんですね。そうですね。まあ、前回の試合もライト級の1位の大山英二と試合を行って苦しかったんですが、その中にあっても反撃精神だけは全然衰えていませんでした。このカバト、なかなかファイトありますね、やはりこのファイティングスピリットって言いますかね、はい、構成って言いますか、これをね、もうすぐね、重視しますからね、しかしその中にあって具志堅さん、はい、やはり距離を縮めてもこう飛び上がったりして、やっぱり調子の選手なんで、パンチの打ち方も苦労してる感じがありますね。そうですね。それにしてもやっぱりいいボクシングしてますよ、自分のボクシング。なるほどね。まあ、前半ちょっと体硬かったけど、後半やっぱり自分のペースを掴んだっていうかね、カバトのペースになった感じかな、しますね。そうですか。はい、はい、右のアッパーカット、負けじと打ち返して千葉兜、打ち勝ってますね。はい、打ち勝ってます。やはりね、先ほど言ったようにね、練習好きと、こういうことでね、やっぱり十二分にやっぱ練習した結果がね、やはり自信になるんでしょうね。はい、ここで第9ラウンド終了のゴングが鳴っています。細山下対千葉兜の試合、まあ、こういった形で前のラウンドも、まあ、同じようなずっと形なんですが、ロープを背にして細山下、これを追いかけては千葉兜、千葉兜が左右のフックを打って、しかも有効打がありました。時折打つショートのパンチ、アッパーカット、あるいはフックなども当たっておりました。終盤はかなり兜のペースになっております。さあそしてこれから向かいます最終の10ラウンド、いよいよ残すところ1ラウンドということになりました。息遣いの伝わる小さな舞台がオフブロードウェイミュージカル「ザ・ファンタスティックス」再来日公演決定。チケットのお申し込み、お問い合わせはご覧のところまで。ご覧いただいております、セミファイナルの10回戦、いよいよ最終のこれから10ラウンドを迎えるということになりました。まあ、前半は一進一退、そして中盤スイも、途中第6ラウンドのカバトのバッティングの減点1ありまして5分だったんですが、この終盤に来てからやはり闘争心の差というんでしょうか、
迷わず前に出るというこのカバトが優勢を続けてこの最終ラウンドのゴング開始ということになりました。まあこれ終始ですね、アグレッシブと言いますかね、攻勢、はい、これがねやっぱりあれですね、千葉カバトがもう進んでいてますね、本当にも攻勢攻勢と、いますからね、はい、クリストと同じに。いやしかしボクシングってのは本当に練習量とかそういったものがもう如実にこのリングの上で出てしまうものなんですね。ね、もう練習を十分にやってるとですね、もう大丈夫だっていうようなね、やっぱり自己暗示をかけてね、はい、できるわけですよね。さあと打ち合いです、ショートレンジ。そしてちょっと細山下は今まで良かっただけに今日は反省材料の多い試合になりましたね。そうですね、まあ組んだ、まあ、カードをですね、まあ、かなりやりづらいタイプだと思うんですけどね、はい、星にしてね、だから先ほどもなんか最終ラウンドのセカンドがいろいろ言ってるけどノーノーっていう返事なんですよね、それがちょっとどういう意味かわからないですけどね、はいはい、確かに自分の思ったよりボクシングできないっていう感じじゃないですかな。なるほど。今日ははい、はい、したがってよく出るコンビネーションブローですとか右のやっぱカウンターストレート、この辺がほとんど影を潜めちゃってますからね、今日は。そうですね、まあ、そういう意味ではね、もう本人がね、内心イライラしてますよ、もう今言ったようにね、もう自分の思うとかなかなかね体がついていかないっていうようなことでですね、パンチにキレがないんですよね、でそこでしつこいカバトの攻めにあって何かもう精神的にはちょっとこう弱気になってる感じがあります。山下、まあ、期待の大きい選手だけに、まあ、これからの自己精進というかそれを本当ですね、奮起をちょっと促したいと思います。いいもの持ってるだけにね、今日はちょっとね打つのもそうですけど死が遅いっていうのかな、ね、なるほど、これも言えるんじゃないですかね、はい、仙台ジムの千葉カバト、仙台ジムにはフィリピンのボクサーが5人いるということなんですが、まあ、とりわけその中にあっても大変に研究熱心、そして性格が大変いいというカバト、この試合大変頑張っています。フェザー級の9位の山下相手だけにこの試合に勝ちますと待望の日本でのランキング入りということになります。千葉カバト、乱戦混戦模様のこの試合、さあ打つカバト、大変苦しそうな山下、ついに試合は判定ということになりました。細山下対千葉カバトの試合、さあちょっと終盤はカバトはかなりいいというお話でしたがね、さあどんな判定になりますか。ジャッジペーパーの集計が行われています。ここまで日本に来て1勝1敗2勝目を挙げることができるかカバト、細山下は2戦2勝、3戦目、さあどんな判定が下るんでしょうか。レフェリーの熊崎光大が集計を行っています。これから集計が行われます。輸入ボクサー同士の一戦、メキシコとフィリピンの両選手、セミファイナルの10回戦、さあ判定です。勝者、青コーナー千葉、千葉カバトが日本に来て2勝目を挙げました。第6ラウンドに減点1があったんですけども、安定で細山下を破っています。はい、99対95、ジャッジ島川99対97、ジャッジ原田99対96、三者とも千葉カバト選手の勝ちでございます。3対0と判定で千葉カバトが細山下を破りった試合でございました。さて、
第13試合10回戦を行います。赤コーナー133の4分の3日本ジュニアライト級1仙台所属千葉Oh!
걔를 펀치로 들리고 뒤에 주고 지금